俳優のイ・ヒョン、35が2020年にでリリースし、大ヒットした定時退勤の日語版が28日から配信リリースされる。演歌歌手の徳永ゆうき、29とまさかのデュエットを果たした楽曲に仕上がっており、このほど都内の株式会社博報堂キャスティング&エンターテインメントの社員に向けてお披露目式が行われた。定時退勤はサラリーマンの苦悩を明るい曲調で歌い話題に。日語版は徳永と所属事務所の社長がぜひとイ・ヒョンの所属事務所に直談判し、それをヒスキのイ・ヒョンが快諾したことで実現したという。ヒで挑戦したいことについて聞かれたイ・ヒョンは、日語で上手くなって話してみたいと言い、ヒのバラエティも好きなので出てみたいです。では、ヒのバラエティが人気あってドッキリにも出てみたい（笑い）の人はみんな知っているくらい有名なんですと明かす。徳永さんと一緒に出演できたらとコンビでの出演に夢を膨らませた。一方徳永は、自分でも号が何かわからないくらいいろんなことをさせていただいているんですけど（笑い）、それこそこういう機会をきっかけに他国の言葉も話せると強みにもなりますし、勉強したいなと思いますと世界進出にも野望を。また朝ドラ「カムカムエヴリバディ2021」にも出演していた徳永だが、大阪出身なので喜劇系の笑えるような作品にも出てみたい。ジャンル問わず今までいろんなことに挑戦してきたので、もちろん歌を軸にしてこれからもいろんなことに挑戦していきたいですと演技にもやる気をみなぎらせた。最後に定時退勤をどんな人に聞いてほしいか聞かれたイ・ヒョンは、実際に残業が多い会社にいてこの曲を歌いたい（笑い）、たくさんの愛を受けた後は日のドッキリ番組に出てたくさんの人を驚かせてみたいなと思います（笑い）とはにかんでいた。